はいでは遅くなりましたけど今日はまた3回目始めたいと思います。今日はえー、っとまあなんちゅうかよくある話ですあの。高校数学にちょっと毛が生いたような話はそれ知ってるっていうことばっかしかもしれないんですけど、ね、今日は微分積分の微積分のって訳したよ。 基本定理と呼ばれるものです、まあ、このね基本定理っていう言葉は僕は学生の頃はなかったんだけどねなんかねんか当たり前でしょっていうようなことなんですけど最近ではね微分と積分がこうね表裏一体だっていうのがなんか基本定理と呼ばれたりしますでその他に基本とやることをいろいろピックアップして前もって定理言おうと思ったんですけどその時間もなくなったんで、えっと、特にこプラス今日はと今日は 積分に便利な不等式について、シュバルツの不等式とか、線形代数でも出てきてると思いますけど、それの積分バージョンね、それとか、えーって思うかもしれないけど、それもいいよという置換積分ね、それもいい死ぬほどやってよってね、部分積分ねなんかを、まあ公式は知ってるかもしれないけど、ちゃんとせあの証明してみよう、ね。で、演習、ね、今日の先生の演習の方で、 授業の方で <laughs> 部分分分分数解なややってないからって積分するやつねだからそれあの演習でやってもらってるのでまあ要するに計算技術だよねちゃんとマスターしといてください。さあで今日はまたちょっと前回のことを踏まえて話をしますけど前回積分の、まあ、いわゆる平均値の定理っていうのをやりました。 積分の平均値の定理と呼ばれるものは、まあ、形が平均値の定理に似ているので、こういうふうに呼んでるんだけど、それは何だったかというと、2.5ってやつでした、ね。これは F と G が連続関数、閉区間の上で連続で、 で、今、G という関数は定義域での任意の X でいつでも正だよと、0以上だとします。すると、この時、A から B まで、この FX と GX の積の積分というものは、実は、 G の方だけ積分して、適切な値を F に入れて、F の入力に入れて掛け算したものに等しくなっていますよ。適切な値が A、B、閉区間の内部に存在しています。っていうのを証明しました。ね、前回は。 これを証明したと。これから、これ、どこが平均値の定理なんですかって思っちゃうので、平均値の定理っぽく見えるようにしましょう。これからすぐに、次のコロラリーが、じゃあ、今日の1個目新しいことが出てきますよと。うんと、上の定理の、の、 Gx が口頭的に、すべての x に対して、ね、いつでも1とすれば、とすれば、実は、今、f だけでね、f という連続関数があって、定義書かなきゃいけないから、a から b まで、が連続ならば、 という前提だけで、上の定理のジンところはいつも1なんだから、Fx を積分したら、F 具材に、定数関数を、定数関数ってやつだって1だよね。いつでも1の関数を A から B まで積分したらいつも、 いつでも高さが1の関数を A から B まで積分するんだから、この部分の、ね、面積は b a け1だよね。だからここは B-A ということになりますね。だからこういう結果に変わります。これ B-A を両辺で割ると、えっ、ー、と、ちょっと、 平均値の定理に似て,似てきませんかねまだ似てないかもしれないからもうちょっとやってみましょう。そのね、これがもうちょっと、ね、平均値の定理っぽく見えるのはこの定理の証明、今日のまず1個目の定理の証明の中でよくそれが表れてきますからてみましょう、これが微積分の基本定理と呼ばれるものです。よいしょ ベスこれはえー、っと F っていうのを閉区間の上で内部がある閉区間ね非自明な閉区間で連続だったとしますそしたら 次のことが成り立っていますこれもまあどっかで見たことはあると思いますけど、うね、もう大学入試では最近出てますよね。こういう積分化が上がります。えー、今、実はその積分範囲の最後の終点のところ、ね、A から B じゃなくて X になっています。もちろん X は I の中,の I の中に含まれる I の愛情の変数だ、ね。 だから変数がここにね、積分の型に来てこれを x で微分したものっていうのは、実は fx になっているというものです。ね、ですから、ねあの、積分っていうのは実は微分、積分を微分したら、非積分関数に変わる、原子関数に変わるというわけですね。これの証明の中で、上の定理が如実に使われます。 今、large f という関数をちょっと考えるんですけど、large f っていうのは、今変数、これで x ですね。で、こいつをどこに対応させるかっていったら、さっきの a から x までの ftdt というものを対応させるような関数を考えましょう。を考える。large fx イコール、この右側の この積分なんですね。Large fx イコール a の xfttt というわけですね。さあ、それでこいつ、じゃあ、リーマン和の定義を考えてみると、リーマン和の定義から、 この F っていうのはいつでも連続です。出力が積分ですよね。だからね、そのスモール F の、スモール F は積分してるわけだから、積分の定義、リーマン1の定義から、あそこの積分範囲が変わっても、ね、極限取ってますから、ね、連続です。で、じゃあ、X と X と X X よりもちょっと大きなエ H。でもちろん、責分範囲が i から外出ちゃうと困るので、X たす H も、ね、X ここで、んで、ここは X プラス H ね。で、これが i の中に入ってるわけね。で、今、右側にしましょうね。H 正に対して、えっと、LargeFX H x h 引く large fx は、これは large fx プラス h は上の定義から a で変数のところが x プラス h に変わってるよね。で fx で dx これはなんかこう large f の関数がグラフがこんなになってたら a が今この辺にあって a から x プラス h まで積分したものっていうのがこいつで、それを今度は、そこから a から今度は x までか。fx dx 今度はこの部分を引き算する。この部分を引き算するから、この部分だったよね。ということは、これは、 積分の定義から明らかに x から x プラス h にかけて fx を積分してるんだよね。ということなので、x じゃなくて t だね。ごめん。ありがとう。誰か、ね。チャットで。<laughs> ありがとう。はい。これは、ここは t、t、t、t。 と、ねはいね、いうことは、これはよく見ると、えーとね、コロラリーから、まあ、変数が x っ書いてあったりしていろいろあるけども、ね、これはこういうふうに書けるわけね。だから、この部分というのは、えー、とコロラリーの3.1より。 適切な具材という値が x と x プラス h の間にあって、これさっきのこれを入れて a と b だったね、a と b。今度、積分範囲が x から x プラス h の間に適切なものがあって、さっちざと、さっきのは、こいつの赤いところの右辺は、左辺はこれか。これイコール fx プラス h。 h-fx で、この赤く書いたここは、実は、えっと、F の値に適切なものを入れて、積分範囲の右端から左端を引くんだから x、X プラス H 引く X に等しくなるような具材っていうのがあるわけだよね。そしたら、この部分は H なんで、両辺を H で割り算すると、 これ平均値の定理だっていうのが姿が見えてきましたねだからまあ,、うん、あこいつの元とコロナで3.1の元になってるのが平均値の定理だって呼ばれるのも納得するでしょで今 H っていうのはこれ正の値で2位なんだからこの H をとっても X に近づけていったら今こ 適切に取れたこの具材か具材っていうのはどっかこの辺に適切に取れてるわけね。だから、エッジがどんどん0に近づいたら、具材もエッジが0に近づいたら、具材も0に近づくね。なので、なんかここで、エッジを0に近づけたらとするとね、具材は X に近づくんだよね。 うん、であり、で、すると、えっ、ー、と、今度、上の、この上の左辺は、上の左辺は、これは、LargeF の左辺は、微分にな収束するね。ということは、これ、LargeF' x イコール、具材も x に近づくわけだから、こうですよね。h を0に近づく、ね、元の記号で書きましょう。large f っていうのは何だったかって言ったら、こいつですよね。こう、こう、あ、こいつですよね。なので、これは、えっと、a から x まで ftdt を、えっと、 微分したら Fx になりますよということなので証明ができましたとこのダッシュっていうのはもちろん x に微分ってい意味だよねというわけですさあ今日はあんまりね始め始める時間があの遅かったんでちょっと急ぎ足ですけど申し訳ないけどまあでもね知ってるようなことばっかりねだから 未知なことを習うのってとても難しいですけど、そもそもまあ僕の持論というか、君らはもしかしたらそうじゃないけど、かもしれないけど、初めての数学のことを初めてこう聞いてこうすぐ理解するってなかなか難しいことですよね。でも、どっかで聞いてるとなんか分かりやすいですね。まあ、それ本質的に知っていることなんですけど、さあ、で、これ,これもなんか高校でやったことね F'、シュラージ F'、l a ラージ F を微分してスモール FX になる、こいつを S1 タームでもやってね。F、l a r F をスモール F の、なんかね、日本語で書くとなんか <laughs>、ね、ちょっと意味不明ですけど、原子関数。プリミティブファンクション。原,原子、原子っても。プリミ、 ファンクション役者とか、君たちがよく知ってるのは、もう、ええあのあれだね、あの不定席。めっちゃ簡単なんですけど、もう。えー、あ,なあちょっと、あの声があ、声が漏れてるから、ちょっと参加者の人は、あのミュートに、全員ミュートはい、いい恥ずかしい、恥ずかしい音が。 ね、録画されてしまいましたけど、はい、不定積分と呼びます。ね。不定だから定まらない。デフィニットじゃないから、インデフェニット。インデフィニット。積分はインテグラル。インテグラルと、まあ、前やったから、読んだとしましょう。ね。で、すると、 定理の3.2を言い換えたら、ね、言い換えたらっていか、そうか、これから3.3だよね、あれ ?3.2 か、ああいうの、3.、申し訳ない、2だね。3.2より、えー、っと、コロラより3.3、えー、っと、a から x まで ftdt っていうのを、あ、ここに載ってるよね、ちょうどね。 えっと積分すれば、こいつを、あ、微分すればか。こいつを微分すれば、スモーレ F のやつね。だから、これを満たすようなラージ F を不定積分って言ってるんだから、例えばこれに、定数がかかってでも、これ微分したら、C は定数だよ。C は、これは FX になるよね。だから、これは、 F の不定積分だよ。不定積分というと、なんか積分範囲が決まってないんだけと思っちゃってるかもしれないけど、不定積分の本来の定義からすると、これだって不定積分である。ね。ということです。では、3.4。じゃあ、ね、あの、なんかあれですよ。 東大もも最近あるのかもしれないですけど推薦入試の時期ですねで推薦入試になるとねこう面接とかでさ積分とか微分のことをこう受験生に聞くんだけどさみんなまあそれ,それなりに答えられるんだけどねあの積分と微分のがなんか別物だと思ってたり定積分と不定積分っていうのもなんかね記号は一緒だけどなんかあ,あまり関係ないものと思ってたりいろいろね まあ仕方ないよ、ね高校だ,とね、だからまあ、君たちは計算をね、受験を通してそういうことはよく知ってると思うんですけど、ちゃんとあえて証明しておきましょう。不定積分と定積分の関係。今、G という関数を内部がちゃんとある、内部のある閉区間から R への連続関数としましょう。 さらに、えっ、ー、と、あ、違う、これは、これは不定積分です。だから、あ、違う、G を、申し訳ない。<laughs> G を、えっ、ー、と、F の、うんと、不定積分。 そかで,で,で、なおかつ F は今これ連続関数としましょう。申し訳ないし。G を連続、消す必要なかったのか。申し訳ない。G を連続な関数 F の不定積分としましょう。すると、するとするならば、まあ、もう明らかに高校数学ですね、これは。 定積分なんだからこれはこうだよっていうことがなんか当然ですよね成り立ってますと当たり前なんですけどプルーフ証明するまでもないんだけどだって積分証明するまでもないけど定積分は面積として今定義してるわけね不定積分は原子関数のことだったわけねだから直接は結びついてはないわけですよ結びついてはないわけねだけど じゃあだけどこういう関係になってるんだよと。ね、でこれは上のコロラリーからすぐ出てくる。コロラリーの3.3より字っていうのは不定積分の一つだって言ってるから、まあ、不定積分だったらじゃあ例え、ね、こうしちゃいましょうこうね。 こう置きますと C はコンスタントねだったらもう明らかに GB 引く GA はこれはえっと A えっと AB の FTT FT t 引く AA の f, t, d, t で c が消えちゃうね。それで、えっと、a から b まで積分したのと、a から a まで積分したものなわけだから、これは、こうですよね。あれ何か、何か、いい,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 いよね。合ってるよね。うん。だけど、ちょっと、あれだな。ちょっと付け加えておきましょう。 A から B まででこう,こうだよということで証明してるんだからなんか当たり前みたいなこと書いてるけどここでちょっとこれねここゼロだよねこれゼロっての使ってるよねこれねえっと今まで積分定義した時にはうんと内部がある閉区間内部がある要するに一点での積分って考えてなかったですだから実はこれ定義です A A から A までの FT、DT、ね、これはゼロと定めますこうして問題は出てこないし、まあ、あれだよねあの区分球積で定義をしているリーマン積分っていうのは長方形で禁じしているわけですから底辺の長さが0になっているってことでこれは0っていうのも、まあ、定期的に 矛盾することもないし、固定義しておきましょう。そしたら、こうであるということが分かって。ね、あの、高校でやった表記が。ね、出てくるわけだ。えっと、まあ、これは、まあ言、言うまでもないが、これ一としておくと、一の。右辺を。横辺のね。えっと、原子関数の。A. から B. までと。 と表ししたりしますると、表すかね、それと高校でやってた表記みたいなのが出てくるというわけです。さあ、もう全部やったことですね。じゃあ、ちょっと似たようなことですが、うんとさ、今まで積分の片方が変数だったけど、両方を変数にしてみましょうとかいう話もしておきましょう。 f が、えっ、ー、と、こういう連続関数を考えておきます。それと、それから、微分を後でするので、えっ、ー、と、c1 クラスの c1 級の、こう、こう、f はこうで、c1 級の u と v という関数は、 R から変数を変える感じなので、地域がこいつの F の定義域になってます。だからこれが R ね。あ、I か。ごめんなさい。I ね。で、これが C1 クラスとしましょう。これに対して。 これに対して、んと、f t t t を uxvx で変数変換したものを x で微分しましたって言ったら、ね、これは実は v というのを えっと、t で微分して x 入れてる感じかないやいや、x を x で微分してだ。<laughs> で、えっと、f の vx。さで、u を x で微分して、f の ux になったりします。これも、今やってきたことを使えば、すぐできますよと。 さっきと同じように、ねえー、とこんな関数、えー、と原子関数、えー、といやそれを、えーとね、あの原子関数 FLargeF っていうのをやっぱしかないですこれは端っこは入れないでおこうか A は入れずに B までの区間で定義されていてそこから X 取ってでもさっきあれか同じところで取っても積分0っていうのを定義しちゃったからこっち入れてもいいかねそれでこれが a から x までで ftdt T を考えましょうするとえっ、ー、と こういうふうに考えておくんだけど、今問題になっているのは、こいつですよね。こいつをどうするかっていうことなので、これをちょっと式変形していってみましょう。UXVX の FTTT ですね。じゃこれを、これは中身を分解しましょう。えっと、A から Vx, f, t, dt. あ、ここで a っていうのは、あじゃあ、後で書きますよ。ね、引くことの、えっと、a から u, x, の f, t, dt。で、ここで a っていうのは出てきてるけど、a っていうのはある定数です。その定数は u, x とか Vx よりも小さな値で、えっと、x は、x は r だな。うん。だけど、これ、そもそも u とか v っていうのは、ここで見たように、ね、出力が定義域 i ですよね。この i なんですよ。そうすると、これ、ミニマム。あ、これのミニマムだ、ね、よ。ミニマム。 ミニマムよりは、ミニマムは必ず A、ね、以上になってるはずだよね。だからこ、実はこさっきある定数 A って言ったのはこの A です。この A はこの A のことですね,ね。です。と分けましょう。これ、積分の定義から明らかですよね。ねなので、あ、これ、微分なので、こうしておきましょう。ね。 ですると、えー、っと、これは、微分の線形性から、これ両方に分けていいよね。両方に分けて、ペースと、引き算することの、D、DX の、書いた方が早いかもしれませんね。 ですようわ、ちっちゃくして。はい。分けましたと。そしたら、これを元のこの large f を使って書きましょう。書き直すと、これは large f のそれから vx' ダッシュですね。はい。それから引き算することの f の ux' 数の微分というわけですねこれは合成関数になっているから合成関数の微分はちょっと気をつけなきゃいけないね。えっと、まず F の変数で、まあ、例えばこいつを t とでも置いたら t で微分してで中身はほっといて中身を x で微分したものをかけるのが合成関数だね。ここ,こ,こを、ね、なんか S でも置いて S で微分して t でもいいですよ。 S, S で微分して、中身はほっといて、中身を X で微分したものですね。すると、ラージ F っていうのは何だったかって言ったら、これはね、ラ a r F を微分したものは先ほどの定理からだ、ね、これは、スモール F だ。モール f だ F の VX、V'X、ね。V x v x それから、スモール F、ラージ F を微分したものは、スモール F になって U X、UX、U'X となって、証明が欲しいものの右辺が出てきましたというわけです。ご情ご情ご情ごね微分と積分の基本定理をいじっただけです。はい では一、まあ、つ目のテーマは、ね、基本定理に関することでした。それで高校の頃の定積分と不定積分の関係もよく出てきました。そしたらいろんなところで出てくるシュバルツの不等式の積分バージョン。もうシュバルツの不等式といったら大体二次関数の判別式です。シュバルツの不等式。 っていうのはね、二次関数の判別式から出てくる不等式のことで、積分バージョンはどんなのかって言ったら、また連続関数が与えられていて、連続だったら、えっと、こんな感じなんですね。fx と gx の A から B まで定義域で積分したものの事情は実はねそれぞれ積分したものそれぞれの事情を積分したものの掛け算より小さくなってるねこれ判別式の B 事情マイナス 4AC の が0より小さいっていうのをこれ変形してるだけなんだけど、ね、あただしあ統合条件ね、ただし統合は適切な c 倍の c だけ、ね、c があって、さっちざとすべての定義域において fx の定数倍 c が g と等しくなってる、f と g が線形独立でないわけだね。 の時に限るというわけですけど、この証明は、ね、えっと、どういうふうにやるかというと、次方程式をまず作るんだね。えっと、数 t にして、f と g のど、ういうふうにやるかというと、二次方程式をまず作るんだね。えっと2、に、点数 t にして、f と g の 線形はこちらの係数だけ t にしてこちらの係数1ね。線形はを考えました。この時、これを2乗すれば、2乗したらどうやったって0以上だよね。 で、右辺は t の二次関数だから、二次関数が正0以上つっ,ったときは、10回または回を持たないときっていうことだよねだ t の乗ので。t の二次関数の、だけど係、係数に fx の二次乗とかが出てくるわけだよ。fxgx プラス gx の二乗。ね、これを わざわざ積分するわけだね、積分の形で AB 上で積分しましょうと、ね。するとゼロで積分の線形性、ね、あの定理の致のいくつだったか14かなんかだったかな、ね、あのそれぞれ項別に積分してよかったね。だから、で、ね、定数は積分と関係ないものね、は、 前に出すことができたから、ここもこういうふうになって、2t が前に出て、変数が入ってる x に関しての積分だから、こうですね。こうですよね。ほんで、プラス a から b までの gx の事乗の dx かな。だから t の2次方程式ですよね。で、だから、 判別がゼロ以上であるんだから、判別式はゼロ以下ね。ね。だから、この、えー、このってか、何ていう t の二次式なので、右辺はか。二次式なので、判別式は、えっと、二かける、 AB の FXGXDX の、でかくなっちゃうね。これ事、事乗引く4かけ、えっと、A から B までの FX の次乗の DX と、AB の GX の次乗の DX が、これが0以下になるんだけどね。そしたら、これ、ね、えっ、ー、と、2 2の事情で読んで読んで消えるからこいつが出てきますよね。<laughs> もうさすがにこれでコピーねコピー2の事情で読んで右辺に持ってたら消えてはい消えましたでうまいことできましたということね。で統合が成立するときっていうのはえっ、ー、と統合が成立するときっていうのはこれしょこれ統合統合だから えっと統合が成り立つときっていうのはここはここはゼロだったらいいわけでしょそうだよねえっ、ー、と x はいろいろ変わってもこれがいつでもゼロだったらそうだねだからえっ、ー、とえっ、ー、と tfx プラス gx がいつでも、x にあいつでも0になるような、えっと、値 t っていうのが存在したときに、これいつでも0になるんだから、ね、このとき、統合が成立。統合はいつでも成立。統合が成立。すなわち、えっと、統合は、 あ、C って書いてる。C イコ,ールイコールにしてるから、これはず t をマイナス t イコール c と置けば、う、え、ん、っと、g イコール c、あ、gx か、gx イコール cfx の時ときと、まあ書き換えただけだね。というわけです。はい。ね。 シュバルツの不等式って言ったら、無理やり二次方程式を作って、あれですね、あの、高校数学に持っていくっていう話です。あと、まあ、それをちょっと使う、これも時々使いますから、紹介しておきましょう。3.7、えっと、ミンコスキーの不等式。コウスキの不等式というのは、 F と G があって、これが、これが連続。ね、もうずっと連続関数です。ね、ならば、実は、自然に成り立ちそうなことなんだけど、一度は証明しておかないと、ね、現場で。 研究するときに、あれ、これ、こうだったよなとかなるので、このね、足したものの事情を積分しましょう。ね。それは、実は、えー、っと、これは、fx を事情して、積分したものの、 2分の1乗と GX を辞乗したものを積分したものを2分の1乗した方がでかいよと。統合は上と一緒っていうのは、ュばルくの不等式使って証明しますからね。統合は RC というのが存在して、さっきざと2の X。 で、えっと、Cfx イコール Gx のときだよと。のときというわけですね。これもだから、うん、統合条件がね、あのシュバレスの不等式と一緒だからど、どっかで使うんだろうなということなので、どこで使うのかっていうのを見てこれただけで、もう証明は簡単っていうか、まあ、普通に素直に計算すればいいんですね。これは、えっと、計算問題ですね。 これを、えっと、評価するんだからこれをあれですね中をあの展開してで積分の線形性で分けて定数は前に出してやると当然のことなが AB で F x の次乗の DX で2は前に出て AB の FXGX dx で、あ、シュバルツの太式使うんだなって思うね。ほんで、残りの a から b まで gx の2乗の dx と。すると、これは、ここはどうしようもないから、そのままてこれはコピー。ペースト。で、で、この部分は、この部分は、えっと、さっ のシュバルツの不等式の、えー、と形のこの部分になっているねあ。ということは2乗になっているところを両,両辺を2分の1乗するして使いましょうというわけね。すると,、えー、と、プラス2の大きくしといて2分の1乗のほんでもって AB の F x の二乗の DX 足す えっと、AB の、えっと、GX の2乗の DX というわけだね。で、ここは一緒。というわけ。はい。そしたら、えっと、これは、あれだね、これは因数分解をこういうふうにできるかな。うんと、A から B までの FX の2乗の DX の2分の1乗ねそれから同じように A から B までの GX の2乗の DX の2分の1乗を足して2乗したらいいよねそういう因数ができるいいよねなのでこうなりましたで途中でここからここに行くときにえっとここ ここからここに行くときにシュバルツの不等式を使っているから統合条件はシュバルツの不等式と,と一緒なのでもう証明はいいですね。はい。というわけです。はい。いいですか、まあ、これも素直だよね。はい。で、ちゃんとした人は、しねあの、これも言っとかないと定義してないじゃないかって言われちゃうんで、僕も実は忘れてたんですけど、ね、A から A よりも B がでかいときは、 の時はこれ、ちゃんと積分の定義をしたときに、ちゃんと言うべきだこれ、一生懸命定義したわけですよ。FxDx か。FxDx をまあ定義したわけだね。考えてきた。もう高校、ね、高校数学でこれ、逆にしたらマイナスつくんだっていうのをやってましたよね。だけど、ちゃんと定義してなかったので、だけど、この定義は、まあ、便宜上、 便利なために、A のが B 以上のときのときは、さっき A 使っちゃったから、A と A が一緒のときは、これはゼロだよと。で、なおかつ、A と B までなんだけど、A のが大きいわけね。逆になってるねと。大きさ逆になってるっていうのは、 大きい方を上にして、小さい方を下にして、マイナスにしといたものに等しいとして、と定めますと定義します。いいですかはい。定義ですね。はい。だから、逆にちょ、まあ、これもへりくつなんだけど、へりくつを言ってもしょうがないような気もするけど、えっ、ー、と、えっと、え、えの方がでかいときは、のとき、 今日ほら前の授業で僕がミスったとこですね。あの誘拐変動関数でもこあの不統合の向きは積分で保存されるって言っちゃったんだけど、判例があったんだけど、連続の時は保存されるって言ったけど、あれは自然に A のが B より小さい、B のが大きい、B のが右側にある場合は保存されるんだけど、これ今、A のがでかくなってたらさ、A のがでかくなってたらこうでしょ。 ね、こうだよね。だから、まあ、要するにどっちが大きいか、A のがでかい場合は、ね、Fx が Gx よりたとえ大きくたって、積分の範囲が A から B までってやってるとこれ、大きい方から、大きい方から、積分してるんで、ね、あの本来の大きい方を上にした段階にマイナスがついたりするので、ねね、だから、実は、 不等号は積分で保存されるのは、積分の向きをちゃんと指定しているときだけね、大きい方から小さい方う、小ゃい方から大きい方を積分しているときは、ちゃんと向きを、積分でも不等号の向きを保存します。そうじゃないときはひっくり返ったりしますから、気をつけてね。という話です。はい、さあ、最後に、ね、ちょっと、痴漢積分、えーって。 高校で一番簡単なやつですよね、積分で。だけど、頭こんがらがありますよね。えっと、痴漢積分。痴漢積分ってなんかこうね、こうやって積分を、ね、置いてって、範囲も変わってっていうのでさ、なんでと思ったよね。えっと、思わなかったかな。あの それを、そのなんでっていう理由をちゃんと言っておこうね。変数変換の、ねまあ、話です。まずまあ F っていうのを積分するわけだけど、F は、また内部のある A から B の平均間で、これまず連続ね。が、連続。で、えー、っと変数変換を考えます、ね。要するに置換積分を考えます。その変換。 をファイというシャドルね。ファイというのは、えっと、J という弱感、まあ、A と B と一致しているとは限らないから、アルファからベータにしようか。から、RA の、こいつはちょっと微分できないので、ね、C1 級であるとしましょう。で、あり、なおかつ、だから、 そうね、えっと。変数変換を定義しているところを全部を移したら F の定義域に入っています。でもって、変数変換が定義されている端点は F の端点に移りますよと。こういうふうになってるとしましょう。ね。 すとするこれは絵で描くと、こっちが、えっと、えあと、横軸が、じゃえっと、ファイの、じゃあ、じゃあアルファから、ベータ、これが J ね。J で、ここ、じゃ変数変換の、変換、もともと変数は X なんだよと。 で、それを t に変えるっていう t から x、x から t への写像がなきゃいけないんで、で、それとを a から b までって、a から b まで。だから、えっ、ー、と、こう、こんな、線を書いておくと、わかりやすいかな。こう書いて、こう書いて、ほんでもって、うんと、アルファのときは a、アルファの時きは a。 ベータの時は B。でもって、えっと、J は I にの内部に写像されているわけだから、グラフとしてはまあこう別に、ね、C1 級だからスムーズにまあこ,うこんな感じになっていると。もちろん、ね、上まで行ったり下がったりしてもいいんだけど、A, B を A と B を超えてないわけねこんなような変換だというわけです。ね、だから例えばここに、 t っていうのを取ったら、変数は、ここは、ファイ、t か。こんな感じになるわけだね。これが x。これが x だね。さあ、とするとこ時、このとき、このとき、こんなことを意識しなくても、この頃は、a から b まで、fx、dx を積分するとき、x を ファイ t と置きました。だからこうかと。ね。そんでもって積分しますよ。で、積分したときに、a は、えっ、ー、と、あ、これ逆。まあいい、ね、この場合はいいのか。これがアルファで、これがベータね。こうね。いいですか。ファイのインバースがあるんだね。<laughs> まあ、いいでしょう。ほんでもって、ここが大切で、ここは変数変換の微分と、 新しい変数で、ある DT になってますというわけだったねで、まあ、だから高校生の頃は変数を変換しましたよと。で、忘れずにここはなんかね、DX が DT になるんじゃなくて変数変換の微分と DT をかけたものになってるよと。 ね、こういう対応になってるよっていうのを機械的に、ね、覚えてやってたわけだけどそれの理由がを今日、まあ、やってるかなもしかしたらここでどうかな分かんないけどあの証明してみましょうこの対応はでも、まあ、積分の,この、ね、記号自体がまあライプニッツが初め使ってるんですけどこの,この対応もライプニッツが、ね、要するに置換積分やってますよねそれでまあいいとしてそれを置いておいて えっと、ラージ F を証明していくよ。F をスモール F の原子関数としましょう。不定積分としましょう。原子関数する。すなわち、えー、っと、ラージ F を X で微分したらスモール FX になってるんだよと。 いうわけだね。まあすなわち、スモール FX の不定積分は lar f x、LargeFX 足す C と C はコンスト。ね。で、そうすると、えっ、ー、と、中間値の定理から、 2位の x を定義 i から取ってくると、2位の x を、ね、ここも取って、ここ取ったら、それに対応する t はここにあるよね。2位の x を取ったら、2位の x を取ってきたら、j という区間にある t というのがあって、さっちざと、φt イコール x になってますよね。故に、 えっと、Large fx の微分というのは ddx で、この x は、えー、と2の x に対して ft とかけるような t が必ず存在しているわけだ。ね、なので,、えー、とそうで、これは合成関数の微分だから、Large f の変数は x だから、まず x で、 ラージ F を微分して、ほんで中の X はファイ T なんだね。X はファイ T なんだから、合成関数なんだから、ファイをもう一回 T で微分するのを忘れないでね、というわけだね。しつこく書くと、これは FX とファイダッシュ T、このダッシュは T で微分って意味だよ。もっとしつこく書けば F の、え、これファイか。 t× φ't だよね。すなわち、ここから分かったことは、えっと、こいつね、こいつ、まあこいつなんだけど、F の φt っていうのは、これの、ね、原子関数だ。これは、 f のファイ t ・ t ファイ・ダッシュ・ t の原子関数だよ。ということは、よって、えっと、原子関数を不定,定積分アルファまでベータまで

3.4かなね。あ、汚い。いえっと。3.4だね。これは、ファイの、F のファイのベータ引く、F のファイのアルファというわけだね。そしたら、これは、手、もう初めの設定から、これは、F の B から、F の A を引いたものなので、これは、 fx という原子関数に a と b を入れて引き算したものだからこれはこいつの原子関数は small f だったからこうだよと。なのではい、できましたというわけですね。この形が元の形が証明したい形が出てきたというわけです。あとはまあこの理由が分かったんで機械的に計算するのは散々、ね、やってきてるよね。はい。それで例えばなんか こ練習問題3.9九 <laughs> 問題、ね、ちょっと意地悪い問題、はい。よくテストにね、出て、でも、うん、なんかね、はい、こういうの連続、でもは、まあ、連続ならば、0から π に、で、x かけ g のサインが入ってるところは、2章ですけど、 変数変換に、だから、π とか2分の π とか使うんだろうなというなんか考えが働くよ、ね、そうすると、これはこう2分の π で0から π で x が、ね、この積分のところが消えてくれると。こんなのが、こいつを示せと言われたら、実はこれ、置換積分でできると。アンサーと。ね、じゃあ、寄ってみようと。これね、と。 でどれを、まあ、まず、痴漢積分であ,るであるっていう方針を決めるまで勇気がいるけど、今言っちゃったから、<laughs> ね、じゃあ、どれを痴漢するっていう話なんだけど、痴漢はこ,こいつだな、こいつ、うん。だから、サインを置きたいところだけど、えっと、そうではなくて、えっと、これで x イコール、これが変数を t に変えましょう。で、x を、だから、どう具体的に。 π 引く t に変えましょう。そうしたらよく高校の頃やったね、あこうそう組んだから、えっと、変数が x なのが0から π で、積分範囲はこの t になるんだから、これが φ の π で、こっちが φ の0なんだから、えっと、これ、ここが π よね、ここが0ロね。うん。という感じ。ね。x が0の時き、 t は何にしたらいいかと π しかないよね。というわけだね。すると、えー、っと、上の定理の3.8より、と、0から π に変わるよね。えっと、こう、だってそうでしょえっと、ちょっとこう、こうだよな。えっと、これが分かりにくかったかな。こ、この a、の a とか a が φα なんだよ。こいつが φβ なのね。だから、 うんとここは、えっ、ー、と、ゼロから π じゃなくて、間違えてるし、<laughs> えっと、ここは、失礼、えっ、ー、と、失礼、えっ、ー、と、ファイの、えっ、ー、と、パイそれから、ファイの、えっ、ー、と、ゼロで、うんと、いやいや、ちょっと待って、これ、これ、あ、いいのか。で、 えっと、x g サイン x d x は、これはアルファベータに相当するのは、これが π ロでね。π ロになって、んで、この部分、この部分をどう変換したかって言ったら、これでしょね。だから π、π 引く t で、ほんでもって、サインの g か。G のサインのうんと π 引く t のえっとで忘れないでネで今これ今変換してでこの変数変換の微分変数変換の微分は π't はマイナス1ですよねだからマイナス1の dt ねこ,ここはこれは π まあ、いいやファイダッシュ t かなね。これ微分したらマイナス1だね。そうしたら、うんと、さっきの,あの積分の π と0だったら、π とロだったら、π のがでかいんだから、積分範囲を入れ替えたらマイナスがつくわけだけど、そのマイナスと、これ出てきてるマイナス1っていうのが、帳消しにできるので、こうしたら、 えっと、π 引く t の g の、で、サインは、ね、こういうふうにやったら、あれだよね、変わらないよね。こうね、ここは、なんか、みそっちゅうか。はい、こうですね。すると、んと、これは、えっと、積分の線形性から、ゼロから π で、えっと、π は定数だから前に出して、g の sin t、dt で、 き算することの、えっと、0から π の t の g の sin t の dt でしょ。で、ここは次、これが意地悪なんだよ。これじっと見るとさ、これじっと見ると、この形と、この形は変数が、こっちは x で書いてるけど、こっちは t で書いてるだけで、定積分としては同じものなんだよね。 これ,これに気づくか気づかないんで、あ受験でやって、同じのが出てきたんだから、初めのやつを i と置きましょう。と、おきこう置きました。すると、これは、積分としては、第2項目は t になってるから、気づかないけど、同じものなんだから、引く i なんだよね。そしたら、これは、2i イコール、こいつになったわけ。0から π で、g の t dt ということは、i、i イコール2分の π の 0π の g の sin t dt で、i って何だったかっていうと、元から知りたかった i っていうのは元から知りたかったこの式で、その i っていうのはこれになりましたというところで、最後、ここはちょっとなんか意地悪くしてある、ね。よくある問題です。はい。 なんていう話なので、ちょっと痴漢積分でも難しいな、問題ね。あでも大学受験で出せないことはないよな、これのて。<laughs> はい、ということです。さあ、あなんか一生懸命焦ってやったら早くななんかあれですね、オーバーしませんでした。今日はもう時間より早く終わります。さあ、あとは、これもあれだね、なんか、東大ではそんな。 東大の推薦入試ってそんなこと絶対行かないんだけど、分析分できるとか、この昨日も実は <laughs> あの、ね、休みないんだ、この時期は、あんまりこう、ね、これ録画してるからあんまりその、あんまりこうなんかいろんなこと言えなくなって面白くないんですが、この時期でちょうどね、僕は本校で勤めてる大学、私立大学なんかでは、推薦入試やるわけですよ。そうすると、ね、尾跡やってるったら分析分できるとか言ってね。 でまあ、聞くわけけですけど部分,積分、ねはい、部分積分は何であの公式はでどっから出てきてるのかなっていうああ積の微分ですよとか言ってくれる場合言うとねなんでそんなの聞くんだよバカ野郎っていう目でこうなんでそんなこと聞くのあれ咳の微分でしょとか言ってくれる学生とあんま合格って言うんだけどねなんかもじょもじ式書いてくれるんだけど間違ってんだよねまあいやあんまりこういうこと言ってると後で聞くと恥ずかしいですね。 声もこもこってるしですねであの最近 YouTube に撮るからこう人の声を気にして聞くようになったけどやっぱり YouTube にしろ何にしろ例えば今日もちょっとねある駅でこう降りたら弁当屋さんがこうお弁当ってこう叫んでるんだけどとってもいい声してるん,んですっこ,こもってないねあ俺これできないなって思ってね俺こんないい声してないよなって、まあ、自分で聞くとなんかも,もそもそも,そもそしゃべってるんでもうよくね YouTube なんかも聞いてると、こなんか皆さん、本当、声きれいだなと思って、こういう声は出ないなっていう声の、ね、懲役太郎とかよく聞くんですけど、いい声してるなと思いながら、声だけ聞いてるんですけどね。はい。さあ、ね、G を、ね、あ、はい。まず F っていうのは C1 関数、G っていうのを連続として、LargeG を、ね、SmallG の原子関数とします。ね。まあすなわち g' ダッシュっていうのは gx のだよとします。このとき、ね、これだよ。a から b までね、fx、gx を積分したものっていうのは、fx で smallg の方の原子関数が出てきておいて、 A から B まで引き算することの F の方を微分して原子関数の G はのの残しておいてという話でしたね。A から B まで、ね。であると。もう死ぬほど見てるとか、もう条件反射でできるでしょうかないね。はい。これ、これは、えっ、ー、と、咳の微分の、あれですね、を書き換えてるだけです。えっ、ー、と、 fxgx x を微分したら、これは f を先に微分して gx、えっと、プラス fx、あれどっちだっす g を微分して、うん。そしたら f x, g x、f'xgx、たす fxgx。はい。ね。はい。 ね、すなわち、えっと、これから分かったことっていうのは、この fxgx っていうのは、えっと、こ,こいつの原子関数だよね。f'xgx-f、f, あ、足すか。足す fxgx の原子関数。 なので、う終わりだね。はい。これは A から B までに、えっと、F'XGX x プラス FXGX x を積分したら、えっと、原子関数これで、んで、これはあの A から B までのね、不定積分に A と B を代入したものの、 だよね、でこれはで一方左辺は積分の線形性から分けていいわけでしょ。プラスこうだよね。でなぜか知らないけどこっちを右辺に残してこっちを左辺に持ってって部分分数のね公式だよっていうわけだよね。はい で正面終わわりというわけです、はいうけすはちょっと慌てましたけど今日は内容が <laughs>、まあ、平たく言えば薄かったので <laughs> 時間内に終わりました、はい、た,ただまた誤食とか、まだね、これ明らかだろうとか言ってる時は大体明らかじゃなくて間違ったりするのでなんかおかしいですよって時はあのぜひご指摘くださいあチャットくれてますね今日チャットに答えられますかね3.7の左辺も2分の1以上ですかありがとうね3.7の 3.7の左辺、こ左辺も、あ、ほんま、あ、そうだね、証明していることは、これがこうなってるから、ありがとう、まて抜けてました。ここね、ありがとう、はい、この通り、その通りです。はい、さあ、ありがとう、3.7のプルーフの最後から2行目の格好の中は、はい。 二行目の括弧の中は割でなく席じゃないですか。本当だ。ありがとう。いいんですよこういうのこういうのその場で言ってくれた方がここねこれ席です。ありがとう。<laughs> はい。他になんか今のうち言ってことない？大丈夫？はいはい。ありがとう。今日はまたちょっと早く終わったのでもうこの後また学科長会議なんですよもう死んじゃいますけどね。はい。それでは皆さんまた来週次回はあ この前今日講義積分やるって言ったけどこう、こういうね、積分のなんか細かいことやっといた方が演習にも使えるようだろうかと思ってやりました。次回こそ、講義積分に入って、それが終わったら、もうちょっとね、あの高度なあの多変数の積分、ね、に移っていったりしますので、で最後はですね、級数の収束、関数列の収束みたいな話で、あまあ、高度な、面白い話になっていきますね。なので、あのご期待ください。じゃあ、今日はこれで終わります。